はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、もうこの前ね、びっくりしたんですよ。あのね、 YouTube やっててね、初めてね、僕ね、テレビ局からね、取材を受けました。もうね、ほんまにびっくりしてね、もう誰かのいたずらかなと思ってたんですけどもね、どうやらね、本物のテレビ局でしてね、僕はね、 YouTube でのね、このお仕事の依頼っていうのをですね、募集しているわけじゃなかったですし、あの依頼用のね、メールアドレスもね、その概要欄とかにね、記載してなかったんですけどもね、あのね、あの Twitter の DM にね、連絡をいただきましてね、まあ、それでもまあよくあるね、その動画の作成のね、マネジメントをしますよっていう業者からの DM はね、めちゃくちゃたくさん来るんですけどもね、でまあそれとまた同じような感じかなと思ってたんですけどもね、どうやらその相手のね、アカウントをね、こう覗きに行ったらですね、まあ、僕も見たことある番組やったのでね、これは面白いなと思ってね、協力しようと思ったんです。その時に来た DM がですね、新型コロナの感染拡大によって懸念されている血液疾患の患者さんに関係する問題について、血液疾患の当事者の方にですね、電話などでお話をお伺いしたくて、やすさんにご連絡差し上げましたという DM がね、ツイッターで来たんですけどもね、あのまあ、内容とね、企画名とね、その番組名というのもね、伏せてくれと言われましたのでね、全部バッスリこう割愛させていただきましたけどもね、まあ、本物のね、テレビ局やったんです。あの血液疾患患者さんに関する問題というのはですね、まあ、内容をね、僕遠回しにこう表現してますけどもね、まあ、この内容ならね、僕がいつも動画でお話ししている内容ともまあこう繋がってくるんでね、この度ね、その僕のこのいつものこの動画を見つけてくれたそのテレビ局関係者さんがあの連絡くれたんですわ。結果的にですね、電話での取材だけで終わったんですけどもね、まあよかったらズームで生放送に出演していただけませんかと言われてね、まあでもそのね、生放送がですね、夜の9時からね、11時の生放送でして、まあ、その時間帯っていうのはですね、まあ、一般人のね、僕らみたいな一般人のね、あの子育て世代にとってはですね、なかなか忙しくてね、自分の時間をこう取ってられへんのでね、まあズーム出演はね、お断りしましたけどもね、まあこうね、いきなり子供がバッてこう割り込んできたりしちゃあかんしね、もう寝かす時間帯なのでね、こう、まあ、しかも内容がね、その血液疾患患者に関する問題というね、結構シリアスな内容なのでね、まあ我が家の今のこの状況ではね、無理なのでね。ほんでその DM が来た日っていうのは DM でやり取りして、でその次の日に電話での取材があって、それもね40分ほどありましてね、あの血液疾患の当事者としての今の状況をどう思うかとか、今後はどうすべきかとかっていうことをね、こう聞かれたんです。まあこれはね、日本だけじゃなくてね、もう世界的にね、もう深刻な問題となっていることなのでね、そんな問題を僕が答えさせてもらっていいんやろうかってね、こう電話をしているね、40分間ね、ずっと思ってたんですよ。僕はね、一般人でね、まあ医療のね、論文とかね、医学書籍とかね、あの病気の関係で読むようになったんですけどもね、あの医療従事者やね、専門家でもありませんしね、っていうか美容師なんで、まあ、美容師のお話やったらいくらでも答えられますけどと言ったらですね、じゃあそのお電話口の方もですね、いやいや、そのやすさんにはね、その患者様としての声を教えてほしいので、いつもの動画のようにですね、難しくお話しいただくでも結構なんですよとね、こう優しいお言葉をくれましたので、ね、ちょっとホッとしました。で、まあ、そこからね、まあ、思ったことをさらさらとこうお答えしてね、で質問に対して答えたというね、まあ、電話での取材というのもね、まあ、アンケートみたいな感じでしたね。まあでもその電話をね、こう受けてですよ、率直な感想としてはですね、まあ引き受けてよかったなと思いましたね。でもこのようなね、その血液疾患に関する問題をね、テレビで取り上げてくれるということはですね、番組を見てくれたたくさんの人らがね、そのことについて考えてくれるし、で知ってもらえるしとね、思うとですよ、僕はすごい嬉しいですよね。そしてね、今この新型ウイルスでね、変わってしまっているこの今の環境というのはですね、この僕がなった血液疾患だけじゃなくてですね、その他の病気などね、あとそれだけじゃなくてですね、まあ、たくさんのね、病気以外の問題もね、起こしています。まあ早くね、就職してくれてね、まだね、そのインフルエンザ程度にね、まあググッとこうなんかな、気持ちの上でもね、このなんか威力がこうグッと下がってくれたりしたらですね、緊急事態宣言なんかの線でも良くなりますしね、それこそね、人々がもっと協力し合える世の中に、ね、戻ってくれると思います。なのでね、もう世界中の皆さんでですね、あの今できることとして手洗い、うがい、マスク、消毒っていうのをね、ご協力をね、よろしくお願いします。
そんな感じでね、YouTube やってて初めてテレビ局からの取材を受けましたよと、そしてそれにびっくりしてしまったというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。